さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭変わりました。先頭はマチカネブリッジ、フワチイメージ抜けた。2番手はカフェパレス、フワチイメージゴールイン、フワチイメージ1着、2着にはどうやらサンドシック、1番人気に応えました。フワチイメージ見事です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭はダンシングカラー、ポリノウイナー先頭、残り 100m、 ポリノウイナー先頭、ダンシングカラー大外から一気にトロットサンダー、3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭に立ったレッツゴーターキン、残り 100m、 レッツゴーターキンさらに突き放します。2番手はタワチサンド、先頭はレッツゴーターキン、1着でゴールイン。レッツゴーターキン1着、2着にはどうやらタワチサンド、見事に勝ちました。レッツゴーターキン、タワチサンド2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。